ちょっとキャネさん遊びだよ。今キャッスルティンタジェルのワークショップにいる。今日は鎧のダメなところをちょっと消していくよ。ここの鎧の問題点を全部消していきたい。私の鎧にいくつかの危ないところがありますので、今日はそのところを直してみます。メタルワークが初めてなんですが、 J 先生にやり方を教えてもらいながら頑張ります。これはティンタジェルのワークショップです。今日はここにスッと作業していきますよ。最初やりたいと思ってるのがこの足、ここを直していきます。ピカピカ。あとは足のところに、ここが長すぎてこのぐらいに切りたい。 This is Beverly Shirt. It is a throatless Beverly Shirt.The curve allows you to actually turn the cut as you make it. The Beverly Shear and Whitney Punch, those are the two girlfriends of every metal worker. Damn, you're strong. I think that you're going to be a happier person with this. Yeah, oh, that's way better. See right here, that basically is making a knife. And what will happen is over time this will flex and then that point will pull away and then go into your leg.を消していたものなんだけど、これがだんだんなんか離れちゃってて、で逆にナイフになっちゃって、これはダメ。このアンビルを使います。これを使います。でハンマーを使います。この方からこの方に行きます。やべ、グッド。 Oh my god, I'm gonna shake it.I did it, Jay. Omedito! You've learned a new skill. Something's doing metalwork. I'm dressed with metalwork. 時間が経つと出てくるナイフがもうないよ。消した。なんかコーヒー持ってけばよかった今日。え、触ってみ。良くなってる。あ、使った。こうするとここが丸くなるから。これ初めてだからちょっと緊張してるんだけど、ゆっくりやったら危なくはない。手袋もあるし、メタルが熱くなっててちょっと飛んでいくから、それは危ないし、守るのが大事だから。ファッションクイーンだよこれ。ビフォアだね。ハードエッジがいく。あ、で、これを消していったよね。めっちゃ怖いよ、これ。もう焼けてるメタルの匂いが本当にするよ。このぐらいまでできた。本当にシャープなところを消していって。で、そこからはファイルを使ってで手で削っていく。よし、じゃあ中に入ろう。グラインダーちょうど使い終わって、めっちゃ怖かった。熱くて音がうるさくて、メタルが飛んじゃうのは本当に怖いから。まだシャープなところがすごくあるから、これをこれから消していく。 Next step, which is file. Fine. God. これからやるのが、これをファイリングしようとしてます。こういう感じね。これがシャープだったら転ぶ時にお尻が切られるから、ちゃんとスムースな状態にしないと危ない。なんかハマっちゃう。ここなんかライトがすっごいいいね。
完成でございます。多分綺麗だな。うん、これでいいかと思う。スムースでしょ。 OK、 じゃあ最初のやつ終わったよ。めっちゃスムースだよ。わ、綺麗な音するでしょ。ただよかった。じゃあ鎧の問題点1を消したよ。すごく綺麗になった。このラインこれがもうすごくスムースで本当に危なくはない。よかった。見てよこのスムースの後ろ。オフ、so smooth、so good、 so shiny。 次に行こうか。次は腕の鎧に問題点が2つあって、できるだけ両方消していきたいと思う。今日は最初はすごくうるさいロンドルを少しだけ、ストラップの長さを短くする。これだな。で、あとはこのクリスピーブレードみたいなポールドン、肩ねをこのぐらいの厚さから、まあ、できるだけ1センチぐらい短くしたいね。ストラップからいこうか。今ソフィーさんはこちらでは彼女の鎧でも買うとき時々小さい間違いある。そう、彼女はちょっと修理をします。見ます。そう、皆さん勉強しなくちゃ。 I'm gonna ask you again later what kind of metal boinks you want me to use. Metal what? Metal boinks, I forget what they're called. You have the leather strap and then you have the metal boink. What do you call it? What do you fucking call it?このメタルのところに、これを何に使えばいいか私聞きたかったけど、言葉本当に忘れた。恥ずかしすぎる。鎧の問題ポイント2、ロンドルのストラップが長すぎてめちゃくちゃ音が出ちゃうから、それを今から直します。失敗しちゃった。なんかやり直しが意外と大変だから緊張で、ギリギリまでカットだって。めっちゃ簡単にカットできた。びっくり。取った。うん、かなり短くできたよ。まだ動けるんだけど音が結構静かになった。ピンタジェルのツイッターに写真を撮ってます。どうも。The grinder is very scary, though. Yeah.Yeah. And remember that it eats hair, so you have to tie all the hair back because many, many people get sucked into grinders. I had to do a whole shop safety course when I was in school, and they complete with pictures. Mondai san no knife frisbee を消していこうね。このぐらいの長さだとヘルメットが着てない状態で腕を上がっちゃったら首を切れちゃうんだから。ここのフリスピーブレードをこのぐらいの高さから約1センチに直したい。めっちゃ時間かかると思うよ。Good luck. Thank you. You don't look like you really want to be here at this particular moment. I want the results, but I am terrified. ちなみに隣が撮影スタジオなんだけど、みんな撮影中の人ごめんなさい、めっちゃうるさい作業します。見てできてるよ。本当に焼いてる鉄の匂いする。あ、ジムリー girl、 あ、look at itDamn, yeah, I know. Damn. I had to work for like fucking months. That's so cool. It's gonna be so much better. Thank you. But this is also pretty cool, I think. Okay. Okay. Okay.
鉄から落としてきたもんだよ。これ全部。まあ、もう少しだね。意外といけそう。グラインダー終わった。やっと終わったよ、みんな。オフ。ただ。ただ。じゃ、キスった。これは。ただ。で、これはアフター。違うんでしょ。とりあえずめっちゃ疲れたから今日はこのぐらいにして、明日も続きをやります。向かいながらのバナナスナック。鎧直し Day 2入ります。負けたばっか、めっちゃ疲れた。どうした？で、この人の写真がポン。この後と話したら遊びに行くけど、いや、なき今日治せそう、治せそう。今日多分治ると思うけど。外からなんか音楽の音聞こえる。うるさいな。他の人にリスペクトないな。結構良くなったでしょ。結構いい。うん、こういう感じ。かなり良くなった。こんだけあったもんね。あった。あれ削るの大変だったでしょ。時間かかった。このヘルメット結構ネズミっぽくない？ネズミ？うん、あとさヘルメットでしょ、私だけそうかも。このゴールデュなんだけどね、このゴールデュをチェストプレートの下に置いていきたいんだけど、この立体感があるんだから胸のとこに当たっちゃってめっちゃ痛いし、ここをカットしてって綺麗にしたらなんとかなるよって。You can file it and sandpaper it、nice. as you like. Yeah. Be careful that yeah, is very not sharp. sharp and barbed. I once again look like a complete idiot. Steelwork の時の一番可愛い氷。本当に中華料理の匂い。いや待って、カレーの匂い。
撮影をするときにカメラが鎧に反射されるのが好きじゃなくて、それは最後の問題です。最後間違った。ここはポリッシュ終わった。ここは終わってない。まだ反射が見えるけど、とりあえずはこのぐらいにする。おっ、お疲れ様。はい、おやすみ。バイバイ。完成した鎧をはっきり見せたいと思って公園に行くことにした。なんだけど鎧が滑ってスーツケースの中に入れなかったから、このまんまで電車乗るしかなかった。私あんまり恥を感じない人なんだけど、これはさすがにちょっと恥ずかしかった。だけど電車乗ったら誰でも何も言わなかった。店員さんにも何も言われなかったからよかった。スポンサーお願い。今公園に来たよ。鎧の直しはやっと終わったんだけど、やっぱりみんなにちゃんと全部をつけた状態からお見せしたいと思って。私メタルワークとか初めてなんだから、 J さんが教えてくれたのは本当にありがたい。じゃあ最後のところね。これは私失敗しちゃったね。ゴールドだね。ここを切りすぎたんだよ。ブレスプレートとゴールドの間に穴開けちゃった。怒る。自分が悪い。本当に何も言い訳なくて自分が悪い。私結構前注文したチェーンネイルが届いたら、そのチェーンネイルのちょいちょいところを切り取ってここにつける、ゴールデンにつけるね。それだったらまあレイヤーとかにもなるし、意外と綺麗かもなとは思う。だけどそれ以外は意外といいと思う。初めてのメタルワークだし、いい経験だった。鎧をスポーツにする人たちに関してはこれは必要なスキルなんだよね。買った鎧が完璧なサイズに届くことがあんまりないんだよね。私みたいなちっちゃな女性だったら完璧なサイズの鎧はなかなか見つけない。だから必ず直さなきゃいけないところがあるよ。鎧を注文したかったらそれを注意してね。必ず何か直さなきゃいけない。今日は見てくれてありがとね。次回のビデオでまた会おうね。バイバイ。